北の三人は1945年に制作、公開された日本映画、東方制作。日本軍の航空基地で通信業務を担う三人の女性通信士たちの活躍を描いた戦争映画である。動画フォーマットはモノクローム、画面アスペクト比はスタンダード72分。1945年8月5日に封切られ。 同年8月15日の敗戦当時に国内で唯一上映されていた劇映画であり戦時下最後の映画作品となった。戦意公用のためのプロパガンダであると同時に女性による軍事参加を女性の社会進出の一環として肯定的に描いた当時の日本としては異色の戦時映画であり池川玲子は論文において極めてフェミニズム色の濃い映画と評している。 青森飛行場に緊急のモールス富豪通信が入った。エトルフ島の北海飛行場へ向けて飛行中の輸送機60号が、機体部長のために緊急着陸許可を仰ぐ連絡だった。若き女性通信士、上野住子の的確な着陸誘導管制により、輸送機は無事着陸に成功する。住子は病気で倒れた男性通信士に代わり、 ほとんど一人で飛行場の完成任務を担当していた。輸送機には北海飛行場よりさらに北にある千島飛行場へ東京から転任する松本義恵も乗り組んでいた。義恵の兄、和夫は住子の婚約者だったが婚礼をあげないままだった。再会を喜ぶ住子に対し、義恵はなぜか素っけない態度をとる。夜間休憩の際、義江は宿舎のす子の部屋を訪ね、 和夫がビルマ戦線への出征の果てに戦死を遂げたことを明かす。二人は泣きながら抱き合い、和夫さんに代わって、私たち女がお国にご奉公しましょうと誓い合う。翌朝、任務上、輸送機はどうしてもこの日に飛ばなければならなかったが、上空には霧が立ち込めていた。輸送機の操縦士、角田は地上通信士の指示を頼りに飛ぶ、盲目飛行を決断する。 青森飛行場では、住子が、飛行誘導の任務に就いた。輸送機に乗り組む、機上通信士の石井が肺炎で倒れたため、輸送機に乗り合わせる吉江が急遽機上通信を担う、ことになり、北海飛行場の女性通信士、後藤明子が、着陸誘導管制を担当することになった。防空監視隊の地元女性3人の尽力もあり、 輸送機は離陸直後の山肌に囲まれた難所をくぐり抜けることに成功。青森飛行場から頑張れの文字と吉江の似顔絵が描かれた模写電信が輸送機に届けられた。やがて北海飛行場が敵機の爆撃に遭い、秋子は崩れた天井のがれきに襲われる。そのため通信が一時途絶えるも、北海飛行場はなんとか敵機を迎撃し、輸送機に 着陸可能の連絡を届ける。輸送機は無事北海飛行場に着き、吉江は手に包帯を巻いた秋子と再会する。着陸完了の連絡は青森飛行場の住み子の元にも入った。青森飛行場長、正木は住子に対し、君たちは女子の道を一歩前進させたと褒めたたえた。左から高峰、藤田、山根、サブリ、原、河野、ありがとうございます。